海外ドラマがさっぱり聞き取れない、なかなか勉強していてもリスニングができるようにならない、そんなお悩みを解決するために今日の動画ではリスニングを上達させる7つの方法をご紹介します。日本で英語が話せるようになる方法が知りたい方はぜひチャンネル登録をして通知ベルをオンにしてくださいね。私は日本で英語を勉強して英語が話せるようになりました。If I can do it, you can do it. リスニングを上達させるための7つの方法。1つ目は発音を学ぶ。リスニングが聞き取れない、英語が聞き取れない多くの原因は単語の発音を知らないからなんです。英語の勉強をするときにどのように勉強していますか？本を読んだり単語帳で単語を覚えている方は要注意です。ちゃんと音源の CD を聞いてますか？発音を確認していますか？どうしても単語帳などを使っていると次の単語を覚えること、早くもっとたくさん覚えることが目標になってしまって発音をチェックするのがめんどくさくなったりしてしまうんですよね。そうすると自分なりにその英単語の発音を勝手に予測して覚えてしまうんですよ。自分の思ってる英語の発音と実際の英語の発音っていうのがかなり違うものだということに気がつかないといけないんです。そのために発音を学ぶというのを最初にやってほしいです。発音のルールを一通り知っておくとこう世界が広がるわけですね。ちゃんと英語の発音のルールというのを学ぶことによって全然違う発音が存在するっていうことに気がつけるんです。それがすごく大事です。もちろん発音のルールをどうやって学ぶかっていうとこの英語耳っていう本がとてもおすすめなので、ぜひまだ買ってらっしゃらない方は買ってみてください。この発音を学ぶときの注意点なんですけど、最初から完璧になる必要はないです。発音をマスターするっていうのはまたそれはそれですごく時間がかかるので、まずは日本語と違う発音の仕方があるんだっていうことに気がついて、その発音を1回でも本を見ながら CD を聞きながらやってみることによって、次に英語を聞いた時にその音を聞き取れるようになるんです。アメリカ英語、イギリス英語などのアクセントは全く気にしなくて大丈夫です。日本で勉強しているとアメリカ英語の教材がほとんどなので、まあ皆さん多分アメリカ英語で学ぶことになるかなと思います。ただアメリカ英語の勉強をしていればイギリス英語もフィリピン英語も、まあ、オーストラリア英語も聞き取れます。もちろん知らない単語とかちょっとアクセントが違うなとかいう戸惑いはありますけれども、全然聞き取れますのでアクセントは気にしなくて大丈夫です。2つ目の方法は洋楽を歌ってみる。これはぜひこの動画を見終わったらやってみてほしいんです。自分の知ってる英語の歌何でもいいので、その歌を歌詞を見ながら歌おうとしてみてほしいんですね。どうしてもこう音に乗り切らない部分とか発音がしきれない部分、口が間に合わない、あれなんか単語1個余っちゃったみたいなことになると思うんです。あれなんでだろう、どうして歌えないんだろうと思って、そしたらもう一度その英語の歌を聞いてみてください。聞きながら一緒に歌ってみる。どうやったらこの歌歌えるようになるかなって考えると、どこを強調して言ってどこをぐちゃっと発音するのかっていう感覚がつかめるんですね。例えば私が好きな A Whole New World だったら A Whole New World A New Fantastic Point of View っていうところがあるんですけど、最後の特に Point of View のところなんか Point of View ではなくて Point of View とこう Of がもうくっついちゃってるんですよね。こういう発見を何だろう、難しく考えずに体得できるのが洋楽。どの音を一緒に発音したらいいのか、どの単語を強調して発音したらいいのか、英語のイントネーションといったものを学ぶことができます。3つ目の方法はまとまった話を聞いて練習する。リスニングを聞き取れない最大のポイントは語彙力が足りないことです。知らない単語は聞き取れない。なぜ語彙力が少ないのかっていうと、やっぱり英語を聞く量が少なすぎるというところに行き着くと思います。まあ英文法の参考書にしても英会話の参考書にしても、あの CD の音源がついていても I'm going to go to school みたいなこう短文のことが多いですよね。そういった音声を聞けるようになることも大事なんですが、もっとまとまった音声を聞けるようにならないと英会話とか海外ドラマっていうのは聞き取るのが難しくなってくるんです。なのでもうちょっとまとまった英語の文章を聞ける教材を探して聞いてみるといいかなと思います。じゃあ何がいいかなっていうと、 TOEIC のリスニングパートの最後の方の問題とか、あと簡単なアニメを YouTube で見つけてそれを見るっていうのもありだと思います。
他にも皆さんが試しているリスニングの方法、効果があった方法などありましたら、ぜひコメント欄に書いていってくださいね。4つ目はスクリプトを読む。スクリプトというのは、英語の音声の、なんて言ったかって書いてある原稿のことです。とリスニングの勉強をしているときに聞き流しをして満足してしまうケースがあると思います。私は個人的には聞き流しは全然意味がないと思っています。基本的に初心者の方が聞き流しをしたところで BGM にしか聞こえないんです。なのでただただ時間が経っていくだけなので、まず最初は集中して聞くようにしてください。でその際に集中して聞くときに、もちろん文字なしで耳だけで聞くっていう練習も大切なんですが、その後に文字を読んで確認するということも必要です。たまに聞くだけで覚えられる人がいるんですけど、私としてはやっぱり大人になってしまった以上文字で確認しないと頭に残らないなと思います。文字を読むときは上から下、左から右に順番に読んでいきましょう。と長文読解のやり方でなんか後ろから訳したりとか前からなんとかとかなんかそういうのあるんですけど、そういうやり方をしていては絶対リスニング聞き取れるようになれないので、もう左から右、上から下に素直に読んで理解をするっていう練習をしましょう。5つ目、要点をつかむために聞く。英語を理解しようとするとき、リスニングに限らずリーディングでもそうなんですが、一字一句理解しようとすると間に合わないです。そうではなくて要点を理解する、相手が何を言いたいのかっていうのを受け取る練習をしましょう。日本語でもそうですよね。例えば今さっき私が言ったこと、私が何という文章を喋ったか、一字一句思い出せますか？多分思い出せないと思うんです。だけど私が何の話をしていたかっていうのは分かりますよね。英語でも一字一句全てを聞き取る必要はなくて、でも何の話をしているのかっていうのはキャッチしていく必要があるんです。もちろんそんなこと言われても分からんと思うかもしれないんですけど、これはこういう考え方をしながら練習をしてほしいなと思うんです。その一字一句分かろうとするんではなくて、こう要点をつかむように聞くっていう視点を持って練習してみてほしいんです。6個目、できるだけ早く本物の英語を聞く。と英語を勉強している方でリスニングができないという方結構な割合で、本当の英語を聞く時間が少なすぎるっていうのがあります。私が思う本当の英語っていうのはネイティブの方が実際に楽しむもの、例えば海外ドラマとか海外のその英語のニュースとか英語の記事とか、ネイティブの人向けに書かれたもの、英語を話す人のために作られたものを本物の英語となんとなく呼んでるわけですけれども、多くの方が教材の英語でしか英語に触れてないっていうことがあるんですね。できるだけ早く本物の英語に触れてほしいんです。初心者の時はやっぱりその教材で勉強する方が楽だし確実なので、そちらの勉強はメインなんですけれども、本物の英語に触れる機会っていうのも少しだけ作ってほしいなと思います。本当に興味のあるもの、好きなもの、私だったら例えば自分の好きな海外ドラマの俳優女優さんのインタビュー、 YouTube で英語でしか見れないわけですね。だってそういうのを見るのはとても楽しいし、もう自分の英語の勉強のご褒美になりますよね。分かんなくても気にしないっていうのも大事です。分かんなくてもいいから聞くっていう時間を、まあ、ちょっとだけ作ってみると刺激になるし楽しめるようになると思います。そして最後7つ目、繰り返し聞くということです。とにかく聞く量が足りないと聞けるようにならないし、話せるようにもなれないので、やっぱり話せる人っていうのはそれなりに大量に聞いています。話せる単語と聞き取れる単語の量ってものすごく違うんですね。自分聞いて分かる単語の量がこれくらいあって、初めてこのくらい話せるっていう感じなんです。なので聞いて分かる単語の量をたくさんたくさん増やしていかないといけないので、繰り返し繰り返し英語を聞きましょう。つまんなくなるまで同じのを聞く必要はないです。自分が楽しめるものをたくさんたくさん聞いていくっていうのがいいと思います。よく使われる表現や動詞っていうのはどんな種類の英語にも何度も何度も出てくるんですね。楽しいコンテンツを英語で聞いてたくさん繰り返していれば、そういった表現を自分の中に蓄えることができます。
一見めんどくさい方法なんですけれども、単語帳で覚えていた方が楽だなって感じなんですけど、単語帳で覚えるだけだと知ってるっていうだけで使えるようにはなれないので、知ってるだけではなくて使えるようになるっていう知識を作るためにもたくさん聞くっていうのはすごく大事だと思います。リスニングを上達させるための7つの方法、1つ目が発音を学ぶ、2つ目が洋楽を歌う、3つ目がまとまったストーリーを聞いて練習する、4つ目がスクリプトを読む、5つ目要点をつかむように聞く、6つ目できるだけ早く本物の英語を聞く、7つ目たくさん聞く、繰り返し聞く。さて、今すぐ挑戦してみたいリスニングの勉強法はありましたか？参考になったよという方はぜひ高評価ボタンを押していってください。英語学習の仲間が欲しいという方はぜひこちらの大人の英語クラブという Facebook グループに入ってみてください。最近はライブ配信をして英語学習相談なんかも受け付けています。独学英会話、初心者英会話のまひこと英語チャンネルは毎週金曜日に更新しています。日本で英語が話せるようになる方法を知りたい方はぜひチャンネル登録をしていってください。 Thank you for watching this video today. Hope you guys have a great day.